ここが今回バンコクでお世話になるマービンスイーツという私の宿です。ここがまあシャワールーム兼トイレ、洗面台ですね。これが、シャワールーム、一応トイレと、区切られています。で、トイレの方がシャワーを使ってもトイレの方が濡れないようになっています。まあ、当然といえば当然ですけどね。これがトイレで、トイレの横に洗面台があります。まあそんなに広くないですけども、一人ですから十分な広さだと思います。で、ベッドルームの方がこっちですね。こちらもまあ広いとは言い難いですが、一人旅ですからもう十分な広さですね。これ以上は、そんなに必要ないと思います。これがベッドです。一応ダブルベッドになってます。で、一応まあ今まで泊まった宿の中では一番ビジネスライクというか、ちょっとビジネスホテルみたいな感じで、一応まあセーフティーボックスもついてます。で、冷蔵庫は小さめですね。でもまあこれも問題ないでしょう。あとはベッドの横には一応ライトがついています。これも、2つあります。で、まあ液晶の40インチはないと思うんですけども、テレビがあって、で、その横に一応 DVD プレイヤーもあります。で、一応まあパソコンが使えるようなデスクというか、もう壁にくっついてるんですけども、こういうのがあるとやっぱり便利ですよね。で、一応湯沸かし器もありますし、ヘアドライヤーやコップ類、あとは、まあスティック状のコーヒーとか、ティーパックなんかも置いてあります。で、あと便利だなと思ったのが引き出しが多いんですよね。これもちょっと洗濯物が入ってますけど、引き出しが結構いくつもあって、これはいろいろと荷物をしまっておくのに便利かなと思います。こっちにも引き出しがあります。かなり引き出しの数は多いです。で、まあ眺めはいいとは言えませんが、しっかり日の光は入ってきますので、そこが今までの宿とは違うところですね。まあ、こんな感じですね。しばらくこの宿にお世話になります。